これは私のおすすめのやつなんですけど、まずライスペーパーを半分に切ります。で、濡らします。ここに切りを挟んでいくんですけど、1個ずつで、巻いていきます。ここはさっき作ったこいつを揚げ焼きしていきます。私のおすすめのキリも揚げ焼きしていきます。お寿司の方はわさび醤油で食べます。キリの方はこれ、ね、ブルーベリージャムと一緒に食べます。これがね、本当に美味しいんですよ。ここめっちゃ可愛いスポット、今日のコーデ。あ、美味しそう。豚まん。食べるやん、半分。あ、なんかすごいな、これ。豚ロールみたいな。うん。